はい。緊急事態宣言が出されている東京や大阪では感染者数の高止まりが続いています。まん延防止措置や宣言の効果を現時点でどう評価されていますでしょうか。連休中の感染防止策と合わせてお聞かせください。まあ、東京や大阪では人手が減少し始めています。しかし今言われましたように感染者数は高止まりがついております。引き続きお酒の提供の停止、人流の抑える対策、こうしたことが必要だと思っています。また明日から5連休に入ります。不要不急、また行楽、帰省、こうしたことを控えていただきたいと思います。国民の皆さんに心からお願いを申し上げます。本日、医師会長、看護協会会長と面談をいたしました。ワクチンの供給に目処がつく中、速やかな接種に向けた各団のご協力と、全国の関係者の皆さんに働きかけをお願いをいたしました。政府としても、休日、夜間の接種の単価を引き上げるなど、支援を強化をし、7月の末を念頭に、高齢者の皆さんへの接種を終えるように、全力を尽くしていきたい、このように思っています。こうした対策を講じについて、医療関係の皆さんとか、あるいは自治体の皆さん、さまざまな皆さんからいろんなご意見を伺った上の判断でありますので、そうしたことを期待をしています。総理、朝日新聞の立川です。東京五輪の大会組織委員会はですね、日本看護協会に看護師500人の派遣を求めています。医療体制が逼迫する中での派遣について、総理は可能だとお考えでしょうか。看護協会の中で、現在、休まれている方もたくさんいらっしゃるというふうに聞いてますので、そうしたことは可能だというふうに思ってます。朝日新聞の瀬川です。ツイッター上ではですね、看護師の五輪派遣は困りますと反対の声が大きく広がっています。これらの声を総理はどう受け止めますか。そうした声があることは承知しております。支障がないように全力を尽くしていきたい、このように思います。総理、北海道新聞の勝又です。現在来月11日までを期限に出している緊急事態宣言なんですが、連休明けの感染者数によっては延長の可能性というのもあり得るのでしょうか。今まさにゴールデンウィークを中心にですね、短期集中で今回お願いします。そうした効果が出るように取り組んでいきたい、このように思います。まず今お話しいただいているところは、西村大臣の中で調整しますけど、まだ時短が始まったところばっかしの方が、ところが多いですから、そうした状況を見守る必要がある、こういうふうに思います。総理、西日本新聞の前田と申します。福岡県の感染状況についてお伺いします。福岡県は病院の病床の使用率が、ステージ4レベル、感染者数も同じくステージ4レベルです。もはや緊急事態レベルと言っても過言ではないと思うんですが、総理ご自身、福岡県を含め緊急事態
態宣言地域を新たに追加する考えはありますでしょうか。必要であればそこは追加はするというのは当然のことだというふうに思います。ただ福岡県についてですと9時までの時短が始まったばかりじゃないでしょうか。そうしたことをしっかり徹底していく必要があるこういうふうに思います。ゴールデンウィーク期間中に追加する可能性というのはあるんでしょうか。まだ始まったばかりのところはやはり状況を見る必要がある、これは当然のことだと思います。